今回は海面上昇に対応できる技術がすでに作中に出ていることに気づいた読者の反応集を紹介します。スリラーバーク作れる技術あるし、そこに移住すれば数百万人は助かるな。天井人は月とスペースコロニーに移民して、最終的にスペースノイドと残ったアースノイドの争いになる。地球温暖化じゃなかったんだ。ベガパンクの配信が終わったら、フジトラが海軍から離反しそうな予感がする。イム、五郎星 VS その他政府に反感を持つ海軍、海賊全部だとさすがに政府側に分が悪いと思うけど、まさか赤犬はこの放送聞いた上でなお政府側に立つんかねえ。イム様ドアップは結構怖いな。怒っているのか、気にしていないのか読み取れないし。てか冒険の中で点と点をつなげて歴史が明らかになってくんじゃないのか。なんでガパンクに淡々と喋らせてんねん。盛り上がらない最適解で笑う。小田はもともとペガバンクに歴史を全部話させるつもりだったのか。冒険しながら歴史を自ら紐解いていくんじゃなかったっけか。こんなんなら、レイリーからあの時全部聞いといてもよかったやん。ベガパンクのネタバレはちょっと微妙だわな。一味に考古学者のロビンがいるんだから、ロビン視点で読者に知らせた方がよかった気するな。ベカバングに話させることでしか世界政府にヘイト向けることできないからな。冒険しながらルフたちが真実知って世界政府に戦争を吹っかけても、国民は世界政府の味方。根本がおかしいんだよこの漫画。時期が悪い PC 買う話じゃないよ。ルフたちがラフテルで全て知った後にそれを世界に広めるだと時間かかるから、世界中を巻き込む戦いとラフテル到着をできるだけ同じタイミングにしたいんだろ。世界を巻き込む戦いにするんだからこれでいい。パンクは自ら歴史の一部しか知らないって言ってるんだが、漫画の吹き出しも読めない知能だと未就学児かな。やめておくわって断ってラフテルへの決意を表明したのにな。急に安っぽくなった。ベガパンクはあくまでいくつかのポーネグリフを読んだだけだから、一つなぎの大秘宝はロジャー海賊団しか知り得てない。ノジコはただ世界がどうなろうが興味ないからみかん畑行ってくるってだけなのに深読みしすぎだろ。ノジコの髪の色はビビと一緒だよ。つまり生き別れの姉妹。彼女の本当の名はネフェルタリディの事故。フォクシー、デイビーバックファイトで負けまくったのかな。あのチート能力あって誰に負けるんだよ。読者は一味が冒険の末に真相にたどり着くのを期待していたよな。なのに実際の現状は、一味は戦闘中でベガパンクの話聞いてるのかすら怪しい状況っていう。誰かに拡散してもらうにしても、まずは一味が真相を知ってからこりゃまずいということで、そういった覚醒器役の人の力を借りるという方が王道だよな。扉への日和がなんか不穏。燃えてなんぼの黒ずみで候とかいうやつが親をかまゆでにしたカイドウの娘を許してるとは思えない。タイトルも鬼の子だし、カイドウの言う通りはの国でヤマトが受け入れられると思えない。弁当に毒が入ってないといいな。あれはおでんと炭をかけた話かのネタだぞ。日和が本当に言ったわけじゃないからな。王族をネタにあることないこと面白おかしく舞台をやるのは庶民の楽しみの一つ。105巻 SBS オダラストシーンで日和は燃えてなんぼの黒ずみで候とはっきりと言い切りました。カイドウの娘がおでん詐称するのは男尊女卑思考強そうなワノ国じゃ冒涜と受け取られかねない。スマイル混ぜるくらいの突き抜け具合見せた方が悪女キャラ立つかも。それならとっくに男ぶち殺してるわ。男はどこの子供かよくわからない。安兵の容姿だろ。どこに殺す要素があるんだ。ロビンと一緒に一つずつ歴史を紐解いていくストーリーの方が絶対良かったよな。それやると150巻いくぞ。それ言うと、今まで何しててんって話でしょう。麦わら一味が五老星と戦って勝つ未来が見えないんだよな。負けるってことにはならないだろうけど、このまま逃げて終わりかな。ナスとゾロの戦闘見てみたかった。ルフィですら戦闘やめて逃げること優先にしてる現状、まともに戦闘はしないだろうね。一つ一つ紐解いていくやり方をするのであれば、余分な話をカットしつつ、もう少し早い段階から手をつけないといけなかったな。巨人から今に至るまでクッソダラダラやってたからな。確かにロビンの反応全カットできそうで、クサ全部終わった後いらないところ削っていったらかなり減りそう。ペガバンクの暴露はイム様が想定していたというより、むしろ意図していたというのはあるか。それはないな。そこまで行くとひねりすぎてて逆に萎えるわ。今回の話で2回コールルシファー説は確定かな。対決の構図と超兵器を使って戦ったって描写がぴったり。ルフィの母親マジで放置のまま終わるのかよ。これ以上血筋がどうこうはいらんわ。まだ小出しにして渋ってるよね。世界の反応なんてアホなセリフ喋らせないで表情で語れよと思う。この後世界政府はバカ丸出しな行動をとって事態の収拾に失敗するんだろ。なぜなら小田くんがそれを望んでいるから。世界政府は落ち着いて悪質なデマでしたって言えばいいだけなのに。そしてそれでもベガパンクを信じる一部の反政府な人たちは陰謀論者だってバカにすればいいだけなのに。怒涛の展開に過去キャラがいっぱい出てきてるのも良いよな。俺たちはすごいものを読んでいる。黒ひげがディーナの考えると共闘したら熱いけどな。エースの仇である以上ないだろうけど。黒ひげの仲間ヘッポコなのばかりで全然上がらんわ。一味との対マンバトルは地味に期待してる。
ウソップ VS 大川はワプワプ使いまくるも見聞色覚醒したウソップに全部ワープ1読まれて負ける気がする。頂上戦争みたいに共闘はしないが敵対はしないでも熱い。ロングリングロングってなんか関係してきそうだな。青記事がいた理由も知りたい。よく見たらビビるじゃん。モルガンズの口塞いで騙されてるのが面白い。ビビにとっては人事じゃないから絡んでいくといいんだけどね。俺のビビはコブラ王が死んだことをすでに知ってるのかな。今いるところがいるところなだけに知ってるのが普通だとは思うけど、お父さんが亡くなったのに頑張ってる。扉への日よりこんなんだっけと見返したらこんなんだったか。アニメのカラーに見慣れちゃってた。おっくかと思ったわ。スキューシーは格が低いんだろうか。親銀まで格とは良いな。負けまくって少数なってて笑った。ガンジーの背中の周りに輪っかあるから能力は悪魔のみだったのか。宇宙人じゃなかった。おはげ強すぎやろ、誰とやり合うんや。書かれたメンツは世界大戦の麦わら軍だろうな。青い星ってテラフォーミング移行した惑星だよな。オダッチナス十郎かなり気に入ってるな。ナスのラボフェイス切りとゾロのピーカ切りとミホークの妖怪切り。どれが一番すごいんだろう。200メートルってなるとレッドラインの質量が後から生えてくればちょうどそれくらい上昇しそうなレベルだしな。イムホーの後に1メートル増えてるのが謎だけど。ジョイボーイ陣営とイム陣営の全容知りたいな。多分ジョイボーイ陣営だったと思われるものの存在だけで連合王国側の戦力不足を感じられるのに結果は勝利してるし。もうロビンいらねえわこれ。なんでジョイボが人魚姫に謝罪してるのかとか、そういう細かい部分はロビンがエルバフで明かすんじゃないか。すまんでマロブラック必要ある？ニセキットにジョイボールと小田先生渾身のギャグが不要なわけないだろ。ベガパンクが意外と多くの情報を出しちゃった気はする。ロビンが細部まで解明するとしても作中内ではそこまで重要じゃないよな。ロビンは古代兵器についての情報を持ってるからな。おそらくウラヌスについても知っているはず。みんな忘れてると思うが、ビッグマムのところでいたポーネグリフの情報が多分それ。ベガパンクのメッセージの内容聞いても圧倒って感想しかない。900年前ってのが遠すぎてリアリティがない。平安時代の出来事聞かせれても誰も興味ないだろ。それな、200メートルなんてならんわな。海面が上昇したってより古代兵器でレッドラインが隆起してその分大地が沈んだってことかな。古代兵器が地殻変動なら規模とんでもないけど、これカームベルトとかグランドラインも人為的に作り出されてそう。レッドラインが隆起してってみんな言ってるけど、マリージュアの前にあった神の国のこと忘れてない？周りもそこの標高に合わせたとか空島だったとか色々設定は作れる。海溝最深部と思われる魚人島からほど近いとこに高度差1万5000メートルの大地がある地形がかなり不自然。その辺はポセイドンだろうな。海王類を動かせるわけだし。あそこまで引っ張ったベガパンクのメッセージ案の状態した話じゃなかったな。その辺のポーネグリフに書いてるのをロビンがさらっと読み上げていくらいの薄い内容。神の騎士団を相手にするのは革命軍だけでいい。ドラゴンとガーリングの戦いで書いて、他はダイジェストでいいよ。ロビンとベガパンクは持ってる情報違うし、ロビンは今回と別の真相を明かすときに必要じゃね。ジョイボーイの謝罪文は、ロビンはジョイボーイ誰それだったけど、ベガパンクに謝罪文の説明はできない。プルトンのアリカやポセイドンの正体もベガパンクはおそらく知らない。